世界のジャパンチャンネルへようこそ。韓国の人が得意とする交渉テクニックは、1、強い言葉で相手を脅かす。2、周囲の人間に訴えかけて賛同者、味方を増やす。3、論点をずらす、という3つだそうです。今回は、得意の交渉術で自爆した韓国に関する話題をご紹介します。ここ数年韓国で流行っているネロナンブルという言葉をご存知でしょうか？直訳すると、私がやればロマンス、他人がやれば不倫という意味で、同じ事柄を2つの異なる基準で評価するダブルスタンダードを言い換えた造語です。韓国では政治の世界でも頻繁にネロナンブルが登場し、過去韓国で大統領を務めていた人がマスコミ出身者を大統領府報道官に任命した際、権力とマスコミの癒着だと批判したムン・ジェイン氏。しかし自分が大統領になったら同じことを堂々とやってのけ、野党や保守系のメディアにネロナンブルだと批判されました。そしてこうしたことは外交面でも起きているようです。2019年1月、韓国国防省は海上自衛隊の哨戒機が韓国海軍の駆逐艦に高度60から70メートル、距離540メートルの低空威嚇飛行をしたと猛批判し、証拠画像を公開したことで以前話題になっていました。当初、韓国側は証拠動画を公開すると息巻いていましたが、結局動画は公開されず、代わりに公開された画像には肝心の水平線はどこにも映っておらず、空中にある哨戒機の姿だけ。それどころか写真のうち2枚は至るところに画像処理が施されたレーダーの画面で、そこに表示されている数値が低空飛行の証拠だと言い張りました。韓国メディアは、低空威嚇飛行を立証する証拠であり、機械は嘘をつかない、日本は威嚇飛行の首根っこをつかまれたのだ、などと報道。しかし韓国はそのわずか1ヶ月前に発生したレーダー照射問題では、日本が公開した証拠となる画像を全否定していたのです。レーダー照射問題とは、2018年12月20日能登半島沖で海自厚木基地所属の哨戒機が韓国海軍の駆逐艦から火器管制レーダーを照射された事件。防衛省はレーダー照射は射撃直前に行う行為だとして韓国を非難しましたが、これに対し韓国側は火器管制レーダーの使用を否定。威嚇飛行をしたのはむしろ日本の哨戒機で、無線で国籍と正体を明らかにしなかったなどと逆に日本側を非難しました。そのため防衛省はレーダー照射を受けたとされる瞬間や韓国軍艦艇への再三の呼びかけなど、生々しいやり取りのある当時の映像を証拠として公開。しかし韓国は、探知日時、方位学、電磁波の特性などが全く確認できない、実態のわからない機械音だ、などと、数値は加工されたもので、日本の哨戒機にレーダー波を照射した時のものだと断言できない、と完全に否定。それどころか、低空威嚇飛行の謝罪を日本に求め、日本はこれ以上事実の歪曲を中断せねばならないと声明を発表したのです。このレーダー照射問題では、防衛機密が含まれる証拠を公表した日本の対応を全否定しておきながら、自分たちは公開すればレーダー体系が明らかになってしまうとして、画面の大半が画像処理されたものを証拠として出してくる、まさにネロナンブル以外の何者でもありませんね。そもそも見た人すべてが客観的に低空飛行したかどうかがわかる水平線が写った写真を公開していないことも不自然です。防衛省は反論しながらも、これ以上の反証は出さず、これまで通り哨戒活動を続けると結論付けました。一方韓国は、日本の哨戒機が同様の飛行を続けるなら、対応規則遵守に従ってより強力に対応していくとのことですが、韓国軍の対応規則とは、警告通信後火器管制レーダーを照射し威嚇射撃という流れです。海上自衛隊による哨戒活動は1年365日1日も休むことなく続けられていますので、韓国は
哨戒機に威嚇射撃する気満々とも取れる喧嘩腰な発言。この日韓の一連の問題は海外でも話題になり、様々な意見が寄せられていました。ここでその一部を見てみましょう。海外の反応。日本と韓国の戦争が間近なのか？ここまでされても日本は遺憾の意を示すだけとは。ジェントルマンとジャングル育ちが喧嘩をしているようだ。日本の温厚な性格を巧みに利用した韓国の振る舞いが度を越していることは、国際的なステージで何度か明らかとなっているね。レーダー照射とは、ミサイル攻撃をする寸前にやること。どうして韓国は無理のある反論を繰り返す？両国の映像を見たが、素人の自分には韓国の言い分が全く理解できなかった。逆に、日本が何もしていないって証拠にしかなってないんじゃないか？編集しまくった映像を出されてもな。普通は証拠を編集したりしないものだ。韓国側の反論は全くの無価値だよ。危険な低空飛行とやらの証拠もないし、むしろ日本の哨戒機はかなり高い位置で飛んでいたよね。これはあまりにも馬鹿げてる。どこに日本の哨戒機が低空飛行した証拠があるんだって？慰安婦問題と同じで証拠なんてない。ただ、日本がやったって言い張ってるだけ。多くの人が見たいであろう。証拠の映像はどこにあるの？官邸にはカメラが積んであるんだから撮影してるはずでしょ？まあ待て。韓国は間違いなくちゃんと映像を公開する。かすかに見える日本の哨戒機を見えやすいように丸で囲って劇的な BGM をつけてる最中なんだ。この二国間の争いに真面目に付き合い出したらキリがないな。多くの国が呆れ果ててるんじゃないか。はしたない真似をする韓国にも、毅然とした態度を取れない日本にも。日本のパイロットは20回も韓国艦艇からの無線を無視したらしいね。韓国の艦艇から送られてくる英語が下手すぎて、何を言ってるのか理解できなかったんだろう。単純に、なんで日本が威嚇する必要があるのって話なんだが。ほんと、韓国人って非難するだけで現実から目をそらすというか、相手を罵ることの方が現実より大切なんだろうね。理論的な会話がなぜできないのか不思議だよ。日本と韓国は友好国なんだろ？低空飛行してたからってパニックになる必要はないじゃないか。もう韓国は日本の友好国とは言えないな。韓国が日本の友好国だったことがあったのか？それは初耳だ。韓国からは毎日のように多くの嘘と誇張した日本批判が発信されてる。日本の哨戒機にはあそこでパトロールをする権利があるんだ。特に世界で最も危険をはらんだ地域であることを考えればなおさらだね。韓国海軍の通信機器は天気がいい近距離でも機能しないんでしょ？米国と日本の海軍は韓国海軍との合同演習をすべきじゃないよ。なんで危険を感じたのに韓国海軍は応答しなかったの？北朝鮮の船とやばい取引でもしてたんじゃないかな。韓国政府は何度も言い訳を変えてるけど、何が本当なんだろう。言ってることがわからなくても応答しないとダメ。応答しないのはただのアホか、やましいことがあるってこと。公式な記者会見で、韓国は一度レーダーを日本の哨戒機に使ったことを認めてたよね。意図してないとか、些細な嘘とか、下手な言い訳をしてるけど、それが通用すると思ってるならとても愚かだ。レーダー照射は韓国海軍、外務大臣も認めてるよ。そういった報道を韓国では見られないのか？韓国側は遭難していた北朝鮮の船を救助中だったんだろう。日本の哨戒機は撃たれても文句は言えないよ。迷子の北朝鮮を助けてたわけじゃないし、脅かしたのは韓国の方だから。日本は連絡を取ろうとしたけど無視されたんだ。日本には明確な証拠があるけど、韓国の公開した動画はとても証拠とは言えない。編集して話をでっち上げて、すごく感情的で主観的だったよ。韓国は北朝鮮と秘密の取引をしてたんだろう。
北朝鮮産のドラッグかな。ドラッグより燃料だと思う。どちらにしても必死で何かを隠そうとしてるのは明白だ。韓国は国が異常なのか？それとも国民が異常だから国が異常になったのか？レーダー照射するってのはシャレになってないし、当然の対応をすべきだよ。日本は韓国に甘すぎるよな。謝罪するまで全ての韓国製品を規制するくらいしないと。日本に韓国製品は必要ないけど、韓国には日本市場が必要なんだから。嘘なんてすぐにバレちゃうような時代なのに、それでも韓国は嘘をつき続けようと頑張っているのか。今は全部リアルタイムで記録されていくから、昔のようなやり方はもう通用しないぞ。以上が海外の人々の反応でした。韓国が証拠とする映像のお粗末さに呆れる声が多く見受けられました。そもそも日本は低空飛行をしていないので、証拠などあるわけもないのですが、証拠もないのに日本が低空威嚇飛行したと強い言葉で相手を脅かし、日本が撮影した映像を意図的に悪質な編集をして世界に向け公開することで、周囲の人間に訴えかけて賛同者味方を増やそうとし、挙句の果てに韓国海軍の艦艇に向け威嚇的な飛行をしたことを日本側が謝罪するべきと盛大に論点をずらす。これが韓国人の得意とする交渉テクニックなのだそうです。領土問題や慰安婦問題など様々な原因から緊張感のある関係が続いている日本と韓国。そんな中、韓国のある行動に対し世界中から様々な意見が寄せられる事態に発展しました。今回は韓国からレーダー照射された経緯と公開された映像を見た海外の人々の反応についてご紹介いたします。韓国海軍の駆逐艦が海上自衛隊 P1 哨戒機に対して火器管制レーダーを照射した問題で、防衛省はその際の映像を公開しました。映像を見て驚いたのは韓国海軍の駆逐艦クアンゲトデワンとすぐそばにいた韓国海洋警察の警備救難艦三本魚が捜索目的の北朝鮮の漂流漁船らしきものをすでに発見しており、搭載艇を出して回収中だと思われることです。これで波が高かったので漂流漁船を捜索するために水上捜索レーダーだけでなく、対空用の MW08 3次元レーダーを対水上モードで使用したという韓国側の説明はおかしいことになります。目の前に視認できる距離で探していた漂流漁船を発見済みであるなら、通常の航海では使う必要がない MW08 を船の捜索目的で稼働させる理由がありません。また現場の海はとても穏やかで、波の高さは1メートル程度、冬の日本海とは思えないほど波が小さく静かな場所です。韓国側の波が高かったからという説明は首をかしげざるを得ません。映像には韓国軍の艦船から2回火器管制レーダーを照射された場面や、自衛隊機から3度にわたり無線で呼びかけを行ったこと、それに対して韓国海軍艦船からの応答がないことなどが含まれています。岩谷武史防衛省は会見の中で、海事が国際法にのっとり適切な行動をとったと国民に理解してほしいと話しています。今回の映像公開に対して韓国国防省は、客観的証拠とは見なせない、一方的な内容の映像を公開し事実関係をごまかしていることに対し改めて遺憾を表明すると反発しています。なお同映像は防衛省が英訳付きでネット上に投稿していたため、世界中から様々な反応が寄せられました。その一部をご紹介いたします。日本の哨戒機が問い合わせた時にすぐ応答してればよかった問題だよね。都合が悪く意図的に無視したように思えてしまう。韓国は自分たちの軍を正常な状態に戻そう、こういった行為はいかなる言い訳も無意味だ。最初は証拠不十分で韓国は無罪だと思っていた。
だけど写真と映像は千の言葉に勝るよね。嘘なんてすぐにバレちゃうような時代なのに、それでも韓国は嘘をつき続けようとしているのか。今は全部リアルタイムで記録されていくんだよ。昔のようなやり方はもう通用しないぞ。映像を見た後でも韓国側の説明を信じる人なんているの？韓国人の自分から一言、韓国側の説明は、韓国軍は日本の P-1 哨戒機に対して STIR-180 火器管制レーダーは使ってないというものだった。この映像では哨戒機に火器管制レーダーを照射したかはわからない。現状でわかる範囲内のことから言えば、対空用の MW-08 3次元レーダーを使用したんだろう。君たちの政府の発言を覚えてないの？当日はかなりの悪天候であったため、船舶の捜索のためにあらゆるレーダーを使ったと言っている。でも韓国軍はすでに北朝鮮の船舶を発見していたように見えるぞ。少なくとも今回公開された映像によって、韓国側の主張はむちゃくちゃだってことは証明された。ここまで大ごとにするような問題なのか？これって日本が軍拡を正当化することにつながらない？主権国家が軍備強化をするのに正当化する必要なんてないだろう。特に日本は厄介な隣人たちに対抗しなきゃいけないんだし。日本が正当化することはないさ。モダンな民主主義国家なんだから。もちろん日本政府は軍事費を増加させることはできるけど、実際にそうしたとしてもこの件とは一切関係がない。俺は単純に韓国軍によるミスだったと思うけどな。未だに韓国人の日本に対する恨みは根深いようだからね。韓国はどうしてそんなに強気なんだろう。きっと後悔することになるよ。こういうことがあるともう韓国を信じられなくなるな。韓国は当初、北朝鮮の漁船を捜索するためにレーダーを使ったと主張した。そして今は日本の哨戒機が危険な低空飛行をしていたからと主張している。最初の嘘くらいは突き通せばよいのにね。最近の韓国はどうしちゃったの？韓国にとって一番の脅威は日本じゃなくて北でしょ。韓国は単純に注意深くなってるんじゃないかな。日本の艦船や軍用機が脅威を与えた歴史が忘れられないんだよ。韓国対日本か。両思いの関係だと思ってたのに。韓国の若者は日本が大好きで、中国が大嫌いなんだよ。映像によって韓国側の説明が誤解を招くものであったこと、あるいは単純に嘘だったことが暴かれたね。この証拠とやらはほとんど何も証明してない。韓国軍のレーダーが何かを照射したってことくらいだ。火器管制レーダーだったかどうかわからないんだよ。対極的に見たら些細なこと。この件はすぐに忘れられるでしょう。日韓は協力して中国に対抗しなきゃいけないんだから。この映像は公開する必要がなかった。誰も韓国が実際に発射しようとしてたなんて思ってないんだから。全くもってその通り。報道によると日本の防衛省は公開したくなかったのに、安倍氏が独断で映像の公開を命じたようだ。誰も発射しようとしてたなんて思ってないって、だから何？軍隊であってもシビリアンであっても銃口を人に向けて良いはずがないだろう。やっぱりこれはアクシデントじゃなかったんだ。今でもアクシデント説を翻してない人が一部いるようだけど、本当に韓国は何をやってるんだ？駆逐艦の艦長は当然その職を解かれるべきだと思う。なんで韓国軍は日本の無線に一切応答しなかったんだろう。決められたプロトコルも守ってないみたいだし。あと最初に照射を否定してたんだから、それは撤回するべきでは？自衛隊機が3回も無線で問い合わせたのにもかかわらず、韓国の駆逐艦はそれには答えなかったのに、韓国政府は日本が映像を公開したことに不満を表明してる。なんで韓国は何も悪くないみたいな態度なんだろう。以上が海外の人々の反応です。
多くの外国人が韓国の主張や態度に疑問を抱いていることがわかりますね。この話には火器管制レーダーや P1 哨戒機などの言葉がたくさん出てきましたが、あまり日常的に聞く言葉ではなく、どのようなものか想像がつかないという方も多いのではないでしょうか。それらを簡単に説明すると、火器管制レーダーは射撃統制システムで用いられるレーダーのことを意味します。韓国が使ったとされる火器管制レーダー STIR は、一般的にイルミネーター、照射器と呼ばれる種類のレーダーで、レーダー電波を極めて細いビーム状で照射することに特化しているそうです。主に対空目標に対して使用され、対象の位置、高度、速度といった情報を高い精度かつリアルタイムに取得することが可能。この状態をレーダー照射またはロックオンと呼びます。 P1 哨戒機の哨戒機とは対潜哨戒機のことで、対潜水艦船を重視して設計整備された航空機を意味します。つまり韓国のクアンゲトデワンが日本の P1 哨戒機に対して STIR を照射したということは、あなたの命はこちら次第と宣言し、これを追い払ったとみなすことができるのです。この行為は日本へ危険をもたらす可能性があるほか、2014年に日本や韓国、アメリカ、中国など21カ国において合意された海上衝突回避規範にも反しています。このような重大さから日本は韓国に対して強く抗議し続けているのです。クアンゲトデワン側に射撃する意図はなかったかもしれませんが、意図せず誤射してしまったという事件、事故は決して珍しいものではありません。こうした事故を未然に防ぐためにも、日本は韓国側に再発防止と日本に対する説明を強く求めています。いかがでしたでしょうか。日本と韓国の間には様々な問題があり、緊張状態は今後も続くと予想されています。長い歴史の中で少しずつ大きくなっていった亀裂は、そう簡単には修復できないのかもしれません。また今回の話の中で P1 哨戒機という自衛隊機について触れました。普段あまり触れることがないジャンルだった方も多いかと思いますが、これを機に日本を守る自衛隊機について調べてみるのも良いかもしれませんね。皆さんはこれまでにどのような自衛隊機を見たことがありますか。またその時の思い出やエピソードはありますか。よろしければぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。